はい、どうも、ゆっきーでーす。綾瀬はるかちゃんの、アイス動画、やっていきたいと思います。今回食べていくのはこちら、ジャイアントコーンの、クッキー&クリームです。チョコ 10% 増量、コク深いミルク&クッキー。最近非常に暑い日がね、今日俺の部屋の中が28度超えてましたから、暑い日が続くんですが、まあこういったアイスクリームはね、こんな感じです。こういったアイスクリームはですね、ガリガリ君とかと違って、25度から28度ぐらい。違う、30度か。30度ぐらいまでは美味しいんですけど、アイスクリームってね。それ以上になってくると、30度超えたあたりからもう、ガリガリ君とかの評価っていうんですか？ああいうのを食べたくなってね。まあ、毎年毎年40度言ってますからね、最近はね。はい、いただきまーす。乾杯。やこ、ビター。これ、ビターチョコレートだ、これ。うまい。だからこういう、ね、アイスクリームはね、今ぐらいの時期が一番うまいですよ。31とか。まあ、あと、スーパーカップとか。で、毎年夏になると、ね、40度とか、ね、38度とかなって、毎回、来るのが、だから30度超えると、こういった甘いソフトクリームっていう、種類は、売り上げが減るんですよ。美味しい。で、30度超えると、ガリガリ君。ね、あとは、あれなんだっけ？アイスボックス。ああいったのがね。まあ、売れるようになるんですけど。あ、うめえ。で、毎年40度とかになるから、ガリガリ君の製造会社があれ、赤木乳業さんね。毎年、供給が追いつかない。って言って、まあ、ねえ、毎年あるじゃん。ガリガリ君は、地球温暖化には、
まあ非常に売れると。うん。で、まあ値段は上がったんですけど、まあ、それでも十分安いんで。うん。うん。うまい。だから25度から30度の間、こういうのは美味しいんです。うん。うん、うまいな、これ。うまいんだけど、前、食べたあの、ピーナッツチョコだっけ？あっちの方がうまかった。あ、アーモンドチョコか。あっちの方が多分美味しいですね。うん。あの、クッキーが中に入ってるんですけど、スーパーカップとかもあの、クッキーが入ってる、ね、アイスって結構ありますけど、あれ自体あんまり好きじゃないんですよ。うん。うん。ああ。これのチョコミント出してほしいね。チョコミントね。だから本当に毎年40度とか行くと、あの、水？だからアクエリアスとか、ポカリスエットというかもう、もう単純に、水だったりとか、あと、麦茶だったり、ああいった全く甘さがないやつを、の方が、あの、美味しくなってくるんだよね。うん。美味しくなるんですよ。やっぱり。ポカリとかアクエリアスちょっと甘いと。で、熱いと、もう甘さがなんかこう、なんか嫌なんだよね。うん。あまりにも熱いと。じゃあ、これとかも同じで。アイスクリームもやっぱ甘ったるいっていう感じるようになるんですよ。だから、売り上げが落ちるんです。で、逆に、ガリガリ君とかの、ああいうその、甘さがこう甘ったるくない、もうすっきりした味わいの、まあものが、やっぱ売れると。うん。で、よくあるのが、麦茶とかばっかり飲んで、まあ水とかね。まあ、あの、塩を取ってないと、その、ね、熱中症だとか、なんとかかんとかとか、なるってね。うん。だから皆さんも、ね、塩は、夏場はやっぱ塩は重要です。うん。ということで、こちらはそうだなぁ、三つ星ぐらいかな。うん。それではご視聴ありがとうございました。